こんにちは、安田マスターです。今週はですね、第69回安田記念についてお話をしたいと思います。安田記念ですが、今年はですね、かなり豪華なメンバーというか、アーモンドアイが出走してくることと、ダノンプレミアムが出走してくると。で、あとですね、まあ、G1 馬ですね、ペルシアンナイトであるとかですね、ステルビオのマイルチャンピオンシップがいたり、去年の勝ち馬のモズアスコットがいたりですね、かなり豪華なメンバーが揃ったのかなというふうに思っております。それでは過去のレースを順番に振り返っていきますが、一つ目がですね、去年の、マイルチャンピオンシップですね。でこのメンバーからですね、勝ったステルビオ、2着のペルシアンナイト、が出走してくると、まあ、ちょっと下もいますが、この2頭を中心に見ていこうと思います。でペースが遅かったこともあって、途中からですね、アイルリッドがこう動いていったんですが、後位のインで2頭とも待機していて、ワンツーという形ですね。で、この2頭ですね、一つはまあ内枠に恵まれたことはあるんですが、やはりマイルでは、力があるよということを発揮したと。で、この2頭に関しては、まあ、ステルビオとペルシアのどっちかなという感じはするんですが、若干ですね、この時のレース内見るとペルシアンナイトが上かなという感じはするんですが、先週の外が伸びない馬場状態でペルシアンナイトと枠を引いてしまったので、そういう意味ではですね、ステルビオが、若干いいかなという感じがします。で、あとアイルリッドがですね、この時、向こう上面で行った分ですね、止まってしまったので、これは度外視かのと。で今回短期逃げ濃厚なので、そういう意味ではですね、一番もしかするとこのメンバーでいいのはこの時惨敗したアイルリッドが今回は逆転する可能性が高いかなというふうに思っております。で次を見ますと、ジャパンカップですね。でこのメンバーからはアーモンドアイが出走してくると。でアーモンドアイはですね、奇跡を生かせて、インの3番手ですね、絶好位を追走して抜け出すといった競馬です。まあ、 インコース有利な馬場だったことは確かですが、やはりですね、マイルよりはかなりレベルの高い、ジャパンカップを制しているということを考えると、人気でもですね、当然本命級の高い評価を与えて当然かなと思います。で次、ダービー強チャレンジトロフィーですね。でこのメンバーからはですね、フィアーノ・ロマーノが出走してくると。でフィアーノ・ロマーノは1枠2番だったんですが、早めに、外目に出してですね、で早め先頭で押し切るといった強い内容です。で時計もいいですし、ハイペースだったことを考えると、ゴール前迫られたんですが、自ら勝ちにいって非常に強い内容というふうに見ていいのかなと思います。でこの2着のプリモシーンがこの後、ビクトリアマイルで構想していることを考えると、フィアノ・ロマーノもですね、急激なメンバー強化とはいえども、完全に無視まではできないのかなという感じがしています。で大阪杯ですね。でこのメンバーからはですね、ちょっと下になっちゃうんですが、ペルシアンナイトであるとかステルビオあたりが出走してくると。でこれ2頭ともですね、この日、まあ、見ていただくと分かるんですが、後位のインにいたアルアインで2番手追走した奇跡、あと 1番2番ということで、内を通った馬が上位を独占するレースだったので、ペルシアンナイト、サングレーザー、ステルビオ、この3頭はですね、全く競馬にならずに外を回らされた、ここの後方にいた馬なので、ということを考えると、度外視可能かなという感じがします。なので、まあ、3頭とも実績ありますね。サングレーザーにしても、ペルシアンナイトにしてもステルビオにしても実績があるので、今回はですね、巻き返してもおかしくないという評価でいいのかなと思います。次、マイラーズカップですね。でこのメンバーからはですね、ダノンプレミアム、ガンチャーレ、あと4着のインディシャンプーが出走してくると。で、これはかなりの超スローペースでした。なのでスローの2番手から押し切った、勝ったダノンプレミアムはですね、展開に恵まれた感はあるものの、まあ、2番手で上がり32秒に足を使ったというのは、で後続を1馬身4分の1差つけたということはかなり高い評価に値するのかなと。なので、今回も、まあ、ちょっと今回ですね、外枠と、こんなにペースが緩むこともなさそうなので、絶対石までは禁物ですが、ダノンプレミアムも、マイルまでであればですね、高い評価を与えて当然かなと思います。でガンチャールはですね、スローで逃げただけなので、これはちょっと今回厳しいのかなという感じがしています。であればですね、後ろですね、この外目を回った分、4着に敗れてしまった、インディジャンプの方が若干いいのかなという感じがしています。なので、まあ、このレース順番でつけるとダノンプレミアムがちょっと抜けていって、その下にインディジャンプがいると。でグアンチャールはですね、今回買わなくていいのかなという感じがしています。最後ですね、KO 杯スプリングカップですね。でこのメンバーからはロジクライが出走してくるんですが、ロジクライはですね、好位を追走していたんですが、まあ、絶好位ですね。で直線、突き抜けるかなという感じだったんですが、前が開かずの3着と。なのでスムーズな競馬ならですね、勝っていたまで可能性があるので、そういう意味ではですね、悪くない内容なんですが、まあ、今回外枠で、構想するためにはですね、楽に、アイルリッドを生かして楽に2番手という、そういう展開に助けがないと急激なメンバー強化では苦しいのかなという感じがしています。で展開をお見せしながら解説をすると、まずですね、
アエロリットの短期逃げ濃厚だと思います。いい枠を引きましたね。で2番手に、ロジクライとかですね、あとまあこの6番、グアンチャーレ、あと10番のフィアーノロマーノ、でダノンプレミアムと、このあたりがですね行くので、どれもですね絶対逃げたいというわけではないので、そういう意味ではかなりスローになる可能性が高いかなというふうに思っております。で展開をお話ししながら、解説をすると、1番の KI ノテックはちょっと厳しいでしょう。で2番のアイルリット、短期逃げ濃厚なので、この枠順で外から競られそうもないメンバーを考えると、この2強ですね、アーモンドアイ、ダノンプレミアムを逆転する可能性が実は一番高いのはこのアイルリットかなという感じがしています。でサクランプルール、ちょっと距離短いので位置を置かれてしまうと苦しいんですが、ただ拉致沿いによると走る馬なので、若干注意は必要かなと思います。でサングレーサーもですね、これも拉致沿いを走りそうなので、そういう意味ではチャンスがあるのかなという感じがしています。でインディシャンプ、前回マイラーズカップで、ま、負けはしたものの、多少流れてですね内で足を貯められれば、可能性はあるのかなという感じがします。で6番厳しい、でモザースコットは去年展開ハマった感じなのでちょっと厳しいかなという感じがします。でステルビオ、これもですねこの枠順どうかですが、内に寄れれば若干チャンスはあるんですが、まあ、レーンジョッキーがですねうまく乗れば、チャンスはあるかなという感じがしています。でスマートオーディンはですね追い込みってのは厳しいでしょう。でフィアーノロマーノも、急激なメンバー強化なんですが、楽に、2、3番手を追走できれば若干チャンスがあるかなと思います。で11、12、は厳しいですね。でペルシアナイトもですねこの枠順だとちょっと厳しいかなという感じがしています。であとアーモンドアイ、まあ、力は抜けているのでこれをどう見るかなんですが、先週のですね前が全く止まらない馬場で単勝 1. 何倍だとちょっとやだなという感じはするんですが、やはり能力は1番というのは間違いないのかなという感じがします。でダノンプレミアム、これも外枠を引いてしまったんですが、まあ先行できる客室なので、馬場的にはちょっとアーモンドやアイエルはいいかなという感じはするんですが、ただまあ外はこのままですねいつも、後位のインかスローの2番手なので、まあちょっと外で、まあ、一周回ると、本当に人気ほど硬いかなという感じもしています。でロジクライはですねこの楽に2番手追走して、去年のですね内容、去年の秋に勝った東京コースで勝った内容だけ走ればですねチャンスはあるのかなという感じがしています。で一応16頭このように分析しております。あとはですね、今お話したようにババがですねどこまで、先週のババが続いてインが有利になるか、でインが有利のままだと、波乱の可能性まであるのかなというふうに思っております。安田記念の無料会員の解説は以上です。また来週楽しみにしてください。